日本国の内閣総理大臣、菅義偉とベトナム社会主義共和国の首相、グエンス・アンフック日越関係では、日本とベトナムとの関係、及びその歴史等について解説する。日本による ODA は1 38900万ドルと諸外国の中で1位である。日本国政府としては、ベトナムの国家目標である工業国家を実現するために、経済開発と、 社会開発のバランスの取れた国づくり支援という基本方針のもと、エネルギー、人材育成、経済、交通インフラ、気候変動、災害、環境破壊、貧困削減、格差是正、司法、行政などを各種プログラムに入れて積極的な支援を取っている。2019年12月時点の日経会員企業数は約1943社であり、 東南アジア諸国連合においで1位にある。貿易収支は日本からの輸出が164億ドル、日本への輸入が224億ドルで、在留法人は22,125人。西暦734年検討し法案、ヘグリ・ヒロナリが帰国の途上、ナンパして、コンドン国に漂流し抑留された。笛付近に戸があったチャンパ王国と考えられる。ヒロナリは、その後、 中国に脱出し、渤海経由で帰国している。753年には、県東市、藤原清川や安倍中丸が帰国の途上、同じく漂流し、当時中国領だった安南の便付近に漂着した。東、シナ海から南シナ海に南下する海流の関係でこのような漂流ルートが存在したとされる。これが縁で、 安倍中丸は761年から767年まで、陳南都語、安南節度詩として、ハノイの安南都護府に在任した。チャンパ王国からは、仏鉄という僧侶が736年に、日本に渡って、東大寺で法要を読んでいる。日本の九州にある古い遺跡で、1330年という、年代の刻印があるベトナムの陶磁器の断片が見つかった。 中国やジャワの商人が交易を通じて日本に持ち込んだのかもしれないが、その断片がどのようにしてそこにたどり着いたのかは分かっていない。主因船交易ベトナムのアナムに向け長崎を出発する江戸時代の日本の主因船。ホイアンの日本橋。鎖国前、交易のあった頃に日本人によって作られたと言われ、今でも現地の人に大切に使われている。 提灯に、フェホと書いてあるが、これは当時のこの町の故障である。世界遺産。16世紀初めには、日本とベトナムの接触は交易という形をとった。シャムやマレーシアなどとともに、日本の主因船は、ベトナムの港を頻繁に出入りした。ベトナムの記録によれば、17世紀初頭元によって、ホイアンの港が開かれた時、すでに、 何百人もの日本の商人がそこを住みかとしていた。日本の商人は皆、銀や青銅、銅などをベトナム人が持っていた絹や砂糖、香辛料、白檀などと交換して持ち帰り、莫大な利益を上げた。商人の流入を調整するため、日本朝と呼ばれる日本人のための居留地がホヤンに設けられた。江戸時代も両国は良好な友好関係を楽しんだ。将軍、 徳川栄康は原子と交友関係を結び、書簡や贈り物の交換をした。彼の息子、玄福源は、娘の玄福玉化を日本の商人、荒木宗太郎に嫁がせた。当時日本の商人はしばしば寄付を行い、良い待遇を受けた。多くの移住者が新たな環境に同化していった。日本の海賊船船長を捉えたことから、 包み中と呼ばれた領域を支配していた元は1600年、江戸幕府に関係継続を申し出る書簡を送付し、幕府も了承した。その後5年間、家康と毎年通信を交わし、日本側の記録によると、1602年には包み中から1200人が乗船する大型船が長崎に到着している。この時幕府に送られた品々には、虎一刀、増一刀、 苦弱が含まれていた。1604年、元は幕府からの死者を自らの子とした。その後1620年まで50隻の衆院船が包み中に送られ、幕府にとって最大の公益国となった。日本からは当時の東南アジアでは希少だった銀、また包み中から日本には絹地が送られた。また1611年には、 シャムに向かっていた、主院船が悪天候のため座礁した際、元は、シャムは混沌としていた。この船を問題に合わせるわけにはいかないので、ここに留まらせて交易し、誠意を持って応対したとの書簡も幕府に送っている。航海を再開した。この主院船はさらなる贈り物と、翌年も、この船の寄港を要請する元からの書簡を受け取っている。日本人によって建てられた。 ホイアンのライエン橋。日本が鎖国の時代に入っても、現地の永住者、またはオランダの商人を介して、交易は続けられた。しかし、1685年、江戸幕府は、銀山や銅山の過剰な採掘に気づき、交易の制限が導入された。これらの金属類の重要性の増大により、ほとんどの南アジアと同様、 日本とベトナムの交易の勢いは弱まったと言われる。1905年にはファンボイチャウが反仏独立の支援を求めて来日した。1940年9月22日、大日本帝国は北部仏印に進駐し、東南アジアの連合国を攻撃するための軍事基地の建設を始めた。日本軍は連合国に降伏した1945年までベトナムに留まった。 1944年には、共作による基金に加え、アメリカ軍の空襲による南北間輸送途絶や、フランス領インドシナ植民地政府及び、日本軍による食料調発などが重なり北部を中心に200万人以上が餓死したとされる。1945年3月11日、ホタイテが日本の援助下でベトナム帝国の独立を宣言した。戦後、 フランスが再び進駐してくると、フランス軍とベトナム民主共和国軍の間で戦争が始まったが、フッツコシ料軍に日本軍兵士が多数参加した。当時、ベトナムには766人の残留日本兵がおり、1954年のジュネーブ協定成立までに47人が占領死した。中には陸軍士官学校を創設して、 約200人のベトミン士官を養成した者もおり、1986年には8人の元日本兵がベトナム政府から表彰を受けた。ジュネーブ協定によって150人が日本に帰国したが、その他はベトナムに泊まり続けた模様である。日本側には一時資料が乏しく、イギリスやフランス側の資料も合わせて参考にすることが求められる。百五十一年に日本政府は、 ベトナム国と平和条約を締結し、1959年5月13日には、岸信介政権が、ベトナム共和国政府と140億4000万円の戦争賠償支払いで合意した。ベトナム戦争が勃発した1960年代から1970年代にかけて、日本は一貫してできるだけ早い戦争の終結を促した。同戦争が収束すると間もなく、 ベトナム民主共和国政府との間で契約が交わされ、1973年9月、国交を樹立することで合意に至った。しかしながら、北、ベトナムが日本に要求し、経済協力という形が取られることになった2年間で4500万ドル相当の賠償金の支払いの履行は遅れた。ベトナムの要求に応え、日本は賠償金を支払い、南北ベトナムの統一による、 ベトナム社会主義共和国の誕生後の1975年10月11日、ハノイに大使館を設置した。1975年、ベトナムはカンボジアの共産主義者によるクメール・ルージュ政権を承認し、両国は1973年9月に国交を樹立した。一方、83社の日本企業からなる日越防衛機会の主導による 日本とベトナムの貿易額は1986年に2億8500万ドルに達した。日本国政府の関係者は貿易を支援するためハノイを訪れたが、ベトナムは貿易のさらなる成長を抑制していた膨大な公的及び民間の債務を返還することができなかった。日本からベトナムへの輸出は科学、機械、輸送機器が中心だった。一方、 ベトナムから日本への輸出は水産物や石炭が主だった。1980年代の終わり、ベトナムは国際的に孤立していた。東側諸国からの援助が前言し、カンボジアとの戦争を続けていたが、国内では大規模な経済問題を抱え、1989年、ベトナムはカンボジアからすべてではないが、ほとんどの軍を撤退させた。それは、 先進国に対して経済協力や貿易、援助における文庫を解放することをアピールするためだった。日本の企業はベトナムやカンボジアに対する投資や貿易に興味を抱いていたが、日本国政府はカンボジアの問題が解決するまで、これらの国々との経済協力には依然として反対していた。この立場はアメリカ合衆国連邦政府の方針と、 基本的に一致していた。日本は、カンボジア、日本はそれらの約束を実行に移した。カンボジア問題国際パリ会議が大詰めを迎えた1991年10月23日。カンボジアとインドネシア、国連アンポリ常任理事国と日本は国交を樹立し、カンボジアとベトナムに対する経済制裁は解除された。1992年11月。 東京はベトナムに3億700万ドルの援助を打診した。1995年、ベトナムはアセアンに加盟し、1997年には中国と日本、韓国を加えたアセアンプラス3が組織された。これらの国々は東南アジアにおける経済と安全保障の枠組みを共有した。2008年、皇太子、ナルヒト新郎が九月20日に、 日越国交35周年の記念イベントであるベトナムフェスティバル2008の開会式に臨席する。2009年、日、ベトナム経済連携協定を締結、貿易の自由化、ベトナム人人材の受け入れ経済的結びつきを強める下地ができた。秋人天皇が日メコン交流年2009では、ベトナムの宮廷舞踊や民族舞踊を観覧する。 2010年10月31日に、カンラオト首相とグエンタンズンベトナム首相との首脳会談がハノイで行われ日本をパートナーとすることを表明。2011年10月31日には、野田首相がズン首相と官邸で会談し、計画通り実施することを再確認した。同日に、ベトナムでは日本原子力発電により、 原子力発電導入可能性調査が開始された。2012年 EPA が発行し、ベトナムの看護師、介護福祉士候補者の受け入れとベトナム人労働者の受け入れが始まる。日本国内の日本語学校が急増し、出稼ぎ目的の留学生が来日するようになった。2016年技能実習生の数で中国を抜き2018年には半分を占めるほどになった。 2019年財政難と住民の反対から、ベトナム政府は、認アン第一原発及び第2原発の中止を決定、計画は中止となった。2020年、菅義偉内閣総理大臣が初外遊の国として、ベトナムを訪問、現地の新聞に、台風10号のベトナム人犠牲者の哀悼文を寄稿する。日本で働く、外国人労働者で、ベトナム人が最大となる。 在留外国人の国籍で、ベトナムが韓国を抜き2番目に多い国籍となる。進化する日本、ベトナム関係に関する共同声明署名後に、握手するベトナム主席、グエン・ミン・チェットと内閣総理大臣、福田康夫日越両国の関係は、緩やかな同盟関係と評されている。日本政府や経団連も積極的に経済援助を行っている。 翌2009年2月には、ハノイダナンホヤンホーチミンとベトナム各地を縦断して訪問し、秋人天皇が皇太子時代の1976年に南部の関東側支流で新種のハゼが見つかったことを明らかにした学術論文をハノイ自然科学大学に寄贈した。ODA は日本が最大の支援国であり、日本の ODA によって、タンソンニャット国際空港や関東橋、 ハイワントンネルなどベトナムの機関インフラを建設、支援をしている。2002年に JICA プロジェクトとして、ベトナム日本人材協力センター2月27日には、ベトナムを南北に従環する高速鉄道の建設に向けて、両国間で共同委員会が設けられた。委員会には日本から国際協力機構、国際協力銀行、日本貿易振興機構が、 ベトナムからは計画投資省、運輸省、ベトナム国鉄が参加した。2010年5月には、前原政治国土交通大臣が、ベトナム政府へ、日本の新幹線方式の売り込みをした。ベトナム政府は承認したものの、ベトナムの国会では、総投資額540億ドルという、巨額がネックとなり、6月19日のベトナム国会にてこれらの政府案は、否決。 白紙となった。かつて、ベトナム国内では、ホンダ技研工業のスーパーカブやドリームをよく見かけた。これは1970年代以降のベトナムにおいて、この種のビジネスワイクを普及させる端緒ともなった、存在で、扱いやすさや燃費、修理のしやすさや、経済性のみならず、ホンダ技研工業の想定範囲や、先進国の安全常識では、到底考えられない、 異常な国史、化石祭にも耐える高い信頼性によって、オートバイを生活の道具として重要視するベトナムのユーザーから強い支持を得たからである。現在でも、ホンダの二輪車は多くの消費者の支持を得ている。ベトナムでのホンダの知名度、ブランド力は90年代中頃まで圧倒的であり、オートバイがホンダと呼ばれていたこともあった。その後は、 ヤマハやスズキなどもベトナム国内に類似デザイン、類似設計の後発競合車種を投入したが、90年代末以降は、中国製の廉価なバイクが一時期市場でシェアを大きく伸ばした。1943年にサイゴンで日本語が教えられていたとの記録がある。2003年に国際交流基金のベトナム中等学校における日本語教育志向プロジェクトが始まる。 2006年の国際交流基金日本語教育機関調査では、ベトナム全土の日本語学習者数は29,982人となった。2007年、ハノイ日本語教師会が発足。発起人は中野秀幸。2020年6月、ベトナム中部ナにあるドンア大学に日本言語文化学部が新設された。 2013年頃から急増し始め2018年にはフィリピン人を抜いて3番目に多い外国人グループとなった。2020年末時点では44万人が在留している。2020年10月末時点で44万3998人のベトナム人労働者が日本で働いている。国籍別では全体の25.7%を占めており、 最大のグループとなっている。2020年5月実点での在日ベトナム人留学生は62,233人で在日留学生総数の22.2%を占めており、留学生の国、地域別では中国に次いで第2位となっている。2009年の在日ベトナム人留学生数は3,199人で前年比11.3%増、国、 地域別では、中国、韓国、台湾に次いで、第4位の座を占めているに過ぎなかった。2009年12月の日本語能力試験、受験者数は15,455人で、前年比12%増。その後、在日ベトナム人留学生は3,597人、4,033人、4,373人と、増加の一途をたどる。 2013年には留学生数が6290人となって在日留学生の数が台湾を上回り中国と韓国に次いでベトナムが第3位の座を占めるに至った続く2014年は特にベトナム人留学生が急増した年で前年比320%増の26439人すなわち一挙に4倍以上を数えるに至り 韓国を抜き去って第2位の座を占めるようになった。2015年以降もベトナム人留学生の増加は止まることを知らず、38,882人、53,807人、61,671人、72,354人と右肩上がりで伸び続けており、国、地域別では中国に次ぐ第2位の座を保ち続けている。V キングエンフィギアグエンドゥイクアングエンバンキエウービン、東道版、リーグエン中段1945から1976年は、ベトナム民主共和国から日本への中札なしグエンザップグエンティエンダンオフィゴックボバン、スングエンタムチェングエンクオック、ズンブーズンチュートゥアンカップグエン、フービンドアンスアンフングエンクオッククオンブーホンラム。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である。 米国議会図書館各国研究の次のウェブサイト h t t p l c w e b 2 l o c g o v f r d c s 本文を含むありがとうございます。